背景、僕の車元気ですか？早く会いたいな。時折ガレージを開けていい空気を吸わせてやってください。それとオートバックスの人にオイル交換を頼んでおいてください。お前も好きだな。この気持ち中田さんもわかるでしょう。車のことなら、カー用品のことなら、オートバックス。A beautiful car life for you. オートバックス。さあ、マウンド上の角が第1球です。1回の裏、巨人に初球を打った駒田。ボテボテ1塁ゴロ。清原が取って右足でベースを踏んでワンアウト。直樹さん、はい、このワンアウトは角にとっては大きいんじゃないですか。そうですね、まっすぐと思って駒田打ったと思うんですよね、はい、それがちょっと食い込んできましたからね、まあ、得意のスライダーでまず抑えてほっとしたところでしょうね。なるほど。マウンド上が各キャッチャー伊藤、一塁清原、二塁辻、三塁石毛、ショート清家、外野はレフト阿部、センター秋山、ライトブコビッチであります。1回の裏、ジャイアンツの攻撃です。バッターボックスには岡崎が入っております。さあ、それではここで両サイドベンチリポートをちょっと読んでみたいと思いますが、まず一塁側は浅見アナウンサーです。浅見さん、今日は王監督はね、試合前30分以上前から我々を避けるかのように。ライト線のヒット、このゲーム両チームを通じて初ヒットは巨人の2番岡崎に生まれております。ワンアウトランナー一塁です。はい、どうぞ。ベンチは昨日放送席でね、時を過ごしました。そして今日の核を打つかどうかがシリーズのポイントであると、今日勝つに勝たせるようなことがあると。残り4試合、西武は工藤で1勝、3試合のうち1つを勝てばいいという計算が立ってしまう、こう話していました。なるほどね。それから一方三塁側、田代アナウンサーです。田代さん、はい、9時55分に池袋の宿舎を出ました西武ライオンズ、10時20分過ぎに後楽園球場に到着いたしました。古巣の後楽園に帰ってきた森監督なんですが、普段日本ハムとやっているからあまりそういった考えはないよというふうに話していました。まあ、日本シリーズだからといって特にいろいろやるつもりは、全くありませんと。 DH に関してもピッチャーに関してもやりくりに苦労したのは、シーズン中も同じことですというふうに話していました。はい、わかりました。という両サイドのベンチリポートが入ります。放送席の方はゲストが衣笠さんと近鉄の梨田さん、それから解説は高橋直樹さんと金田正一さんでお伝えしてまいります。日本シリーズの第3戦であります。ツーアウトでランナーが2塁となっております。そしてバッターボックスには原です。原がこの1割1分1厘、9打数の1安打。木村さん、何かこう気がつく点はありますか、原に関しては。いや、 やっぱりもうきっちりマークされてます。あ、そうですか。やっぱり相当研究されてますしね、はい、マークはきついですよ。あ、初球を打った。それから早打ちがちょっと目立ちませんか、巨人のバッター。ねえ、僕はね、第2戦もそうなんですけどね、1球目を1番バッターが打っちゃうんですよね。そうです。やっぱりチームメイトにね、このピッチャーの球このぐらいだよって見せてくれるのが一番なんですよね。だからそれ1球目打たれるとね、2番のバッターも同じになっちゃうんですよね。まあ、どうもその辺がね、まあ、でもね、今年の王さんの采配強気ですから、おそらくそれでいってるんだろうと思うんですよ。ああ、そういうことですか。はい、さあ、2球目であります。アウトコース、ボール。梨田さん、はい、角の立ち上がりはどう見たらいいですか。そうですね、もう少し腕が前で触れてくるといいんですけどね、はい、割とコントロールを主体にということでね、あまり球の速さは出てないみたいですね、今のところ。ああ、そうですか、はい、やはりさすがに緊張の色は出てますか。ある程度やっぱりね、初回ですからね、はい、立ち上がりはどうしても緊張しますけどね、はい、だとするならばこの場面抑えるか、あるいは点を許すか、大きなポイントであります。内角ボール、ワンツー。今のはスピードガンも距離がよく出ました。しかし判定はボールです。今シーズンはホームラン34本、打率が3割飛んで7厘、打点が95、勝利打点が14ありました。見事な復活を遂げた原であります。カウントワンツー、高く上がりました、内野フライ。打球の行方を角がマウンドを降りながら見つめてキャッチ。これで3アウトチェンジです。重苦しいムードの中、1回の表裏が終わっております。セットポジション、いや、振りかぶって吉宗に対1球であります。アウトコース、ちょっと高く外れました。スピードガン121キロ。
2回の裏ジャイアンツは5番吉村からの攻撃になります。このシリーズは8打数の3安打。12時現在ですが東京は気温が 20.4 度、なお現在手元の温度計では22度を指しております。湿度 59%、 東北東の風 0.8 メートル、天気は快晴です。上空高曇りの後楽園球場、高いバウンド、ワンバウンドで角がマウンドを降りて取って一塁に。それではこのゲームに関して金田さんから一つ、今日のゲームでですね、はい、ポイントの選手、うん、なんかこう気になるなとかその辺の選手いたらこうどうですか、挙げてくれます。それやっぱ江川でしょう、やっぱり一番気になるのは。なんて言っても彼の、まあ、調子良し悪しでは大変巨人の、ね、勝敗が変わってくるでしょうけど、でもまだあと、ね、3回は見られると思うんですけど、清原対江川の対戦ね、秋山との対戦、もうすべて江川にまつわってくるんですね、相手が。だから今日はもうそういう面ではね、ものすごい楽しみな場面が多いんじゃないですか。なるほどね、はい、なるほどなるほど、こう思います、はい、ですからもう見ててもね、ワクワクしますもんね、はい、ワクワクね、はい。それから高橋直樹さんはどうですか、はい。そうですね、やっぱり石毛と中畑ですよね。おこの2人が打つとチームが盛り上がりますからね、この駒沢コンビ2人でから一打一打文句言いながらやってますからね。そうですね、このねこうぶつかり合いが面白いですね、プレー中でもなんかねこう視線を合わせたりなんかやってますね。やってるんですよね、ライナー取ったらね中畑がね、この野郎って言うとね、そうそう、ざまみろっていう感じでやってますからね。そうそう、で石毛がホームラン打つと一塁ベース回るときにね、中畑の直前で先輩どうだってこういう感じでね、そうやってますよね、やってますもんね。カウント2エンド2です。セントラルリーグのリーディングヒッター篠塚、バットの長さは33インチ半、重さが925グラムであります。カウント2-3となりました。ワンアウトランナーなし、2回の裏ジャイアンツの攻撃、ウェイティングサークルの中畑、そして石毛です。第2戦で自打球を左足に当てまして、昨日はバッティング練習を休んでおりました石毛。さあラストボールです。センターに抜けます。ワンアウトでランナーが一塁です。そして中畑が入りますが、それでは同じ質問を今度は梨田さんにぶつけますが、そうですね、僕はやはりキャッチャー出身のキャッチャーですんでね、どうしてもね地味ですけども、やはり伊藤君と山倉君のそのリードとかね、その駆け引きをね見てみたいなと思いますけどね。なるほどね、リプレイで清家の守備をご覧いただいておりますが、衣笠さんはどうですかその辺で。もうやっぱりね、原君に打ってほしいなと。あ、今日ね、はい、この後楽園で、やっぱりホームラン打ってほしいですよ僕は、はい、なるほどね、まあ、特に彼は去年の屈辱からですね、そうですね、ね、今年本当によく頑張りましたからね。そうですね、はい、だからそういう意味でもね、いいシリーズにしてほしいんですよ、はい、来年のためにもね。あ、なるほど、なるほどね。さあワンアウトでランナーが一塁であります。初球がボール、梨田さん、はい、先ほどそのキャッチャーの対決、これが面白いよと言いましたけれども、1、2戦振り返って、まだ五分五分ですか、山倉そして伊藤に関しては。そうですね、やはり工藤君の時はね、伊藤君も割と楽にね受けたと思うんですけどね、東尾さん初戦ですかね、はい、16安打の時には想像相手になった立場に考えてみるとね、頭の中がもうズタズタになったような感じだと思うんですけどね、よく次の日ねこう切り替えてね立ち直りましたよね。なるほどね、カウント1アンド1、空振りです、2ストライク1ボール。梨田さん、はい、確かに16安打も打たれたんじゃこれキャッチャーね。そうですね、本当にそうでしょうね。それだけにその翌日の完封が光りますよと、こういうことなんですね。そうですね、ですからあれ1勝1敗で3戦目、今日が一番ね両投手とも両キャッチャーともね、はい、一番プレッシャーがかかる試合だと思いますけどね。あ、そういう見方ができますか、
さあ2ストライク1ボール。梨田さん、角はこれあれですか、あの併殺打は多く取るピッチャーですか。そうですね、意外とあの詰まった打球が多いもんで、はい、あの多いと思いますけどね。あ、そうですか。ただこれモーションがね、角部の場合はちょっと大きいのでね、はい、走れると思うんですけどね。あ、はい、なるほど。ワンアウトでランナーが一塁です。カウント2ストライク1ボール、追い込んでいます。サードゴロ、さあダブルプレー取れるか。あ、ダブルプレーです。石毛、辻、清原と渡りましてダブルプレー。後楽園球場、日本シリーズ3回戦ゲームは2回を終了して依然両チーム得点がありません。ライバルはいない。ゲームは3回の裏、ジャイアンツの攻撃。この回の先頭バッターは山倉です。このシリーズ第1戦4打数ヒットなし、第2戦3打数でヒットなし。公式戦の成績が今シリーズは出ておりません。それにしても目立つ山倉の早打ちでありますが、今また初球スイングいたしまして空振りです。今シーズンは2割7分3厘、ホームランが22本、打点66という素晴らしい成績を残しております。これまた空振り。なおこのゲーム西武ライオンズ登録ピッチャーは小野、それから森山、石井、市村、渡辺、そして小田、それから森が入っております。マウンド上の核を入れて8人編成です。一方ジャイアンツも8人編成。高橋直樹さん、はい、あのジャイアンツじゃない、この西武のですね、はい、登録ピッチャーでは東洋がもちろん入ってない、はい、それから工藤も入っていない、はい、この辺がちょっと目立つところですけれどもね。まあ、1、2戦はね、もうあの今1勝1敗ですからね、もう別に今日の試合は、まあ、勝てれば儲けもぐらいの気持ちでいますのでね、はい、森さんに話聞くとこの3連戦で1つ勝てばいいぐらいの話をしますのでね。後楽園3つのうち1ついいんだと、はい、そうですね、森さんはそのぐらいの感じ、西武に戻ってくれば2つ取っちゃうとそんな雰囲気ですね。だからやっぱ不気味ですよね。その森監督であります。昭和30年から49年まで巨人で20年間プレーし、42年のシリーズ MVP、 53年から59年にかけてはヤクルト西武のコーチ、そして去年西武の監督になり、いきなり日本一、日本一になった回数が15回、それは選手11回、コーチ3回、監督1回というそうそうたる成績を持っております。それから直樹さんね、はい、渡辺がまだこのシリーズ顔出してないでしょ。そうですね、これがちょっと気になりますね。うん、だからね、今日各のね、この速球が通用するとなるとね、明日渡辺が先発する可能性もありますよね。そうなんですね、だからそれがかえってね、使わないのがこうなんかかえって休まして渡辺のためには良かったかもしれないですね。うん、梨田さん、はい、山倉が今低いじゃないかっていうあれだと思いますけど、うん、しかしやはり手出さないかなといけないところですね。これはね、そういうほど低くないですよ今の球。あ、今の、よく言われるセリーグパリーグのストライクゾーンの違い、はい、これは梨田さんは実際戦った経験も踏まえていかがですか。そう感じないですけどもね、東京の、ね、パリーグのアンパイアは確かに低いのは低いんですけどね、はい、ですけど今日の寺本さんはあの関西のパリーグのアンパイアなんですけどね、今年はもう寺本さんかなり上手くなったって言っておかしいですけども、かなり間違いは少ない方ですよ。あ、そうですか、はい、なるほどね。桐川さんね、はい、第1戦はパリーグ の藤本さんでしょ。そうですね、王監督が言ってましたけどね、クロマティが大変褒めた、はい、それから山倉も素晴らしいアンパイアでした、ジャッジでしたと、ね、いうふうに言ってたそうですよ、はい、僕もそう思います。あ、そうですか、はい、かなり、ストライクゾーンがしっかり見られてるみたいに思いましたけどね、お、あ、センターに秋山、うん、藤本さんはでも、ね、梨田君、はい、うまいんでしょ。うまいですね、やはりアンパイの方も選手と同じように好不調の波がありますけどね、今年は本当藤本さんも寺本さんも、ほぼ完璧に近いぐらいやはり見てくれましたね。あ、はい、そうですか。もう何年やってんの、このがうまくならなくちゃもう本当まあ経験ですから言えばまあねでもキャッチャーがねでもね、ハキハキしてますよアンパイのね、パリーグのアンパイもね、
例によって金田正一さんの一言で全てぶっ飛んでしまったという感じはするんですが、ご存知のようにセリーグパリーグから4人ずつ8人の優秀審判が集まりまして、それぞれ毎試合行われていくわけですけれども、パリーグが藤本、村田、前川、寺本、セリーグが今年は福井、山本、田中、井上であります。さあカウントワンエンドワン、おっとバット回ったか、あ回ってない、これは回ってない。この辺の梨田さん、はい、ハーフスイングがまたね一つ問題にもなってましたけどね。そうですね、今年の春先はああいうスイングは全部取るってことになってたんですけどね、後半またまちまちになってきたような感じしますね。強烈な当たりです。駒田は衣笠さんいいみたいですね。もうこのシリーズやはり4本って乗ったんでしょう ね、はい、もう自信持ってバッターボックスに立ってるようなね、はい、ただ押村君は1打席目にああいう風に打ってほしかった、ね、初めからもう難しい球分からないやで打つんじゃなくてね、あ初球でしたね、さあ2アウトからランナーが出ました。三塁コーチボックス土井が盛んに体のあちこちを右手で触りまして、果たしてサインが出ているんでしょうか。高橋さん、はい、どうですか、巨人サイド動きそうですか。何か、いやまだ動かないでしょうね。まだ駒田が走らせるわけいかないし、あそうですね、ドランということもやっぱ 2-3 になるまでね、やっぱじっくり待ちますからね、まあこれからですよ、序盤ですからね、笑顔も調子いいみたいだし、はい、まあ、とにかく中盤まで投手戦じゃないですかね。なるほど。3回の裏日本シリーズ第3戦は早いテンポで3回の裏巨人の攻撃であります。でも仕掛けてくるとすればまず巨人がやるでしょうね。はい、王さんやっぱりこう膠着状態やっぱ嫌いますからね。ああ、そういう感じしますかね。膠着状態になると必ず何かやってきますからね。なるほど。そうすると直樹さんあれですか、はい、王監督の方がやっぱり動くタイプと戦前言われているように、それを見て間違いないですね。そうですね、やっぱり攻撃的なやっぱり感覚を持ってますのでね、うん、28年間巨人一筋の王貞治47歳、シリーズ初采配です。梨田さん、はい、この核の牽制の技術はどうですか。いやあまりうまくないですね。モーションも大きいですからね。そうですか、隙があったら僕は走るべきだと思いますけどね。おなるほど、はい、今の駒田君ももう一歩も出れますよね。あもう一歩出られる、もう半歩か一歩出れますよね十分。まあ、その辺が衣笠さん、初めて対決するとなかなか分かんない部分ありますかね。そうですね、やっぱり、ああやってね、何回か牽制投げてくれるとね、楽なんですよ。あ、この辺まで出られるって測れるんですよね。ただ駒田君もね、それほどシーズンゲームで走ってませんからね。今年はね、たった一つあります。そうでしょう、そう得意な方じゃないんですよね。そうですね、ピッチャーゴロです。両チームのピッチャーが同じような立ち上がりを示しております。甲羅研究所3回を終了しました。0対0です。